タルミ鉄道ハイモ295から510系。機動車は2005年に一両が製造されたタルミ鉄道の機動車である。タルミ鉄道で初めて18メートル級の車体を採用した。1984年10月に国鉄タルミ線を第3セクターに転換して開業したタルミ鉄道が開業時に投入したハイモ180から200系の 老朽代対応として2005年に一両を製造したものである。形式名、ハイモは、ハイスピードモーターカーの略、295は、馬力表示の機関出力を意味している。1999年に一両が製造されたハイモ295から310型に対し、輸送力増強のため車体長が2メートル延長された18メートルとなったが、 エンジンはハイモ295から310型と同じ、電子制御の PF6HT03 ディーゼルエンジンが採用された。従来車両との総括制御が可能である。正面貫通式、両運転台、トイレなし、ロングシートで車椅子スペースと車椅子で乗降する際に使用する脱着式スロープが設けられた。外部塗装はタルミ鉄道標準のブルーベースのものになった。 車両番号の下2桁はハイも230から310系、ハイも295から310型と連番で516となった。前面は貫通式、乗務員室は左側に設けられ、乗務員用扉が設けられた。幅 900mm の引き戸の客用扉が片側2箇所、両車端に設けられた。ホーム高さが低いため扉にはステップが設けられ、 車椅子での乗降に備え、着脱式のスロープが搭載されている。扉間には幅 1200mm の窓6組が設けられ、両端のもの左右計4箇所が上段固定、下段上昇の二段窓、それ以外は固定窓となった。車体外部はタルミ鉄道標準色となっている。車体正面の行き先表示器が LED 式となり、 両側面にも LED 式行き先表示器が設けられた。車内は全席バケット式ロングシートとなり車椅子スペースが設けられた。エンジンは電子制御の日産ディーゼル製 PF6HT03 ディーゼルエンジン定格出力を一気搭載。動力は新構造機製スカー0.91バイトから 4D1 液体。変速機を介して二軸駆動の台車に伝達される。 台車は、ボルスタレス空気バネ式 FU56KDT が採用された。制動装置は従来車との並結を考慮して、SME 三観式直通ブレーキが採用された。デッドマン装置、都閉保安装置、列車無線などが設置され、保安度の向上が図られた。暖房装置は、エンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は、 期間直結式の能力1 8 0キロワットの電装製 AU26 が2機設置された。ハイモ180系の代替用として製造され、ハイモ295から516の収益でハイモ180から202が廃車されている。タルミ線全線で運転され、従来車との連結運転も行われている。客車列車廃止後の薄積桜開花時の多客輸送や、 モレラギフ会業による上降客像にも対応している。ありがとうございます。